どうも皆さんこんばんはということで、今日も一の子育て日記生後22日目をやっていきたいなと思うんですけども、皆さん C ですよ。本当に今いい感じの音楽流れてると思うんですけども、朝僕が起きてきて、一番最初に布をめくった時の映像ですね。だから先にカメラを回しておいて、布をめくってるシーンはちょっとカットしてるんですけど、朝一の赤ちゃんたちの様子です。これは可愛いでしょ全員寝ぼけてる。これから寝るのかもしれないんですけどね、この子たちの場合は。全員がもう素の状態なんですよね。毛づくろいをしている子もいればさ、寝ている子もいるし、もうなんか回し車の後ろにいる子なんてコテって寝てるもんね、この子ね。いや、これはね、何か素敵な BGM をつけるしかないでしょうと思って今声通りをしてますね。まだ音楽の編集はしてないんですけど、多分今すごい素敵な朝のなんか穏やかな音楽が流れながらこの映像をお届けしてると思うんですけど、多分ね、未来の僕がねそれをしてると思うんですけども、いやー、こんなに幸せな映像はないでしょう。いやー、いい映像ですね、本当に。いやー、朝から幸せですね。この動画、多分夜出てると思うんですけども、なんか寝る前に見る方とか、すごい幸せな気持ちで寝れるんじゃないの？そんな、ね、気がしますけどね。いや、おのおのがね、最近それぞれの生活をしててすごく、大人になってきたなって、まだまだ子供ですけど、なんか少しずつ本当に自立をしてきてるなっていうのがすごいね、一日一日で見て取れるようになってきまして、いろんな行動をしてるんですよね。こうやってお母さんのおっぱいがまだ恋しい子もいるし、イジーがなんか口元をなんかわなわなするの好きなんですよね。今見れたかって、今もやってる、このなんかちょっと歯ぎしりみたいなさ、クリクリするのがすごいなんか好きなんですよね、僕これ見るのね、っていう、ちょっとどうでもいいどうでもよかないか、素敵な情報をお届けしてしまいましたね。そう、いや、なんだろうね、これは本当に可愛らしすぎるな可愛いな、可愛すぎるなみんなちっこいんだよ、みんなちっこいんですよ、本当に。まだこれお皿も取る前ですからね、本当に。おはようのおはようですよ、おはよう中のおはようですよそんな日本があるかどうかわかんないですけども、いやー、一の子ですねこの角で何かをしているっていうのはもう一の子ですねいやー、可愛らしいね。引いては福くんのひ孫ですね。いやー、癒されてるわ、実況しながら。マイナスイオン出てるわほら、一の子だよ、やっぱりいやー、幸せな光景ですな。だってほら、まだこの時まだ水も変えてないですからね、本当朝中の朝、もうベストオブ朝本当にキングオブ朝ですから。何この幸せな光景、もう
もうなんか分泌されそうだもん。頭から分泌されそうですよ。なんかセロトニンが出ちゃいそうですよ。あの幸せホルモンね。眉毛ついてんで、眉毛、ひげになったで、眉毛がひげになって寝てるのね。寝てるのね。それ眠いよな。眠いよね。お母さん眠いよね。常日頃ね、眠いよね。いやなんか給水器を飲んでる姿がなんか美しいな。なんだろうな。なんかすごくこう生まれたてのなんか純粋な感じがしますよね、本当に。さあここからですね、皆さん見てください。ご飯の準備を終えた僕の手にゴム手袋がありません。生後3週目を超えたということで、そろそろ赤ちゃんたちに僕の匂いを覚えてもらおうと思いまして、作業をするだけなんですけど、ゴム手袋を外してこうやって、お世話をしようと。どいて。そこどいて。危ないよ、潰されちゃうよって言いながらね、お世話を始めました。そう、まあもうそろそろね、僕も素手で犬が通りましたね。今見えましたか、右手に犬が通りました。お知らせは以上です。僕も動いてますね。まあ、そう、そろそろだから赤ちゃんたちに、僕の匂いを覚えていただいて、まあ本当にお世話をするときにゴム手袋を外しているだけっていう形なんですけど、まあでもごめんなさい、この後ちょっと遊んでしまいますけども。そう、なんか抱っこしに行こうとかさ、何かをこうあげようとかはしてないですけど、無理やり触りに行ったりとかは、そう、そういうのもしてないですけど、まあちょっと少しばかり僕の存在をそろそろね、知ってもらってもいいのかなと思いまして、新たなフェーズに移っていきたいと思います。いやー、それにしても可愛いな、右上に犬が映ってましたね。ね、また大皿かいって思った人いるんじゃないですか。ツッコミがすっごい遅くなりましたけど、いろんな説明をしてたから、また大皿であげてんのかいって。昨日の動画もうそうやったね、そうやったやないかいっていう人もいるかもしれないですけど、違う、たまたまなんですよ。お皿をさ、まあ夜ご飯は別のお皿であげるじゃないですか。それを取って洗ってたお皿あるでしょ。で、一番上にこれかぶさってたのね。だからまたいいか、とりあえずと思って、なんかかぶせみたいになっちゃいますけどね。あ、かわいい、何何って見に来てくれましたね、今ね。まあこれもまあドアを、まあ、扉を開けて、生で撮影をしてるんですけども、やっぱりでもね、ガラス越しと違ってこう赤ちゃんたちのなんていうか質感がすごくいいよね。なんて言えばいいんだろうな、やっぱりこう可愛らしさが、まあ、ガラス越しよりも変わるよね。ね、もう何もう可愛い、もう全員乗ってわっちゃわっちゃ食べてるのね。あれだけ朝穏やかだったのにね。この時ばかりはやっぱりね、みんな張り切ってますね。そうで、今日の朝ごはんはですね、朝ごはんとんでもない量ですよね。で、いつもね、ほら見てください、僕のことを、まあ存在分かってますけど、まあ全然攻撃してきたりとか全くしなくなりましたね。落ち着きましたね、ある程度ね。ああ、お前かと思ってると思います。
なんだ、お前私の子たちにあんまり無茶な手は出すんじゃないよって言われてる気がしました。なのでガラスを閉じましたね。そう、無茶なことをしなければ怒らなくなってくれましたね。うん、非常に、素晴らしいお母さんだと思います。さあ、この画角かわいいですねみんなでご飯取り合って、なんていうのかな、協力っていう形はないんですけど、でもなんか一つのこう、なんて言えばいいんだろうね、団体では旅行客の方たちかな。でもなんか一つのこう集合体としてすごく美しいですね、なんかね。うん、いちもいっぱい食べてね、すごいね、いちもなかなかにやっぱりね、肝っ玉お母さんなんで貪欲ですねって言ってたら、もうやっぱりちょっと我慢できませんでしたね。触れ合ってしまいました。とても可愛かったです。あの鼻の感覚が僕の指先に伝わってきて、なんだこのと思いました可愛らしすぎて、もう本当にカーってなってましたね。そう、まあでも本当に刺激はせずに、ただただ僕の匂いをね紹介していくっていう作業を始めました。でいつも僕のこと気づいてますけど、まあ、全然気にしてない様子ですよね。これが非常に嬉しいですね。かわいいのよ。もうこれはもうだってみんな来るんだもんなんだなんだお前なんだっつってうちに何の用だっつって来るので、もうこれが本当に可愛くってね。でライブしてる子もいるしね、3階席も元気かーって言ってで元気かーって言ってる子もいますし、こうして僕の指もしっかりと鍵に来てくれる子もいるしということで、まああっという間に映像がちょっと終わってしまったので、ちょっとスローモーションにしてるところですね。この可愛さをね、全国の方にアピールしてるところですねで位置が来てたんですよ実は。だからすぐに通常の速度の映像は終わったんですけど、だから扉を閉めつつも、こっそりと匂いを嗅いでもらっているところですね。こうやってほら、位置は行ったけど赤ちゃんたちはもうなんだっつってなんだっつってなってるところです。かわいいね。これもスローモーションになりますね、もちろんはい、ということでそんなこんなで、この子たちと、ようやっと触れ合いまして仲良くやっていきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。